れ。モーターサイクルアート、はい、皆さんこんにちは、イン風道でございます。本日は週の中日水曜日なんですけども、まあ私ね、今日は お仕事お休みいただいておりまして、まあ平日なんでどこ行ってもまあ空いてんじゃないかなということで、ツーリングの計画を立てていました。で、候補が2つあってね、1つは定番の道の駅足がくぼに行くのか、もう1つはね、あのこのスーパーベロレンチョ伯爵では初めてかな、群馬県は伊香保の方にね、温泉でも入りに行こうかななんてね、計画をしてまして、で、どうしようかなって悩んでたんですけど、昨日の仕事がね、結構パワー系でハードだったんですよ。でも全身バッキバキなんで、まあちょうどいいやってことでね、群馬県は伊香保温泉の方に向かっております。下道で行きは行って、帰りはね、高速使って帰ろうかなと思ってます。まあこっからでもね、85キロぐらいなんで、まあまあまあゆっくり安全運転で向かいたいと思います。しょうがない。はい、群馬県は伊勢崎市に入っております。うわ、ここ桜綺麗だな。そう、この道ね、ずっとね、ここ北海道かっていうぐらい、もうずっと一直線なんですよ。もうあと34キロ一直線なんで、めっちゃ眠いっすね。やばい、もう睡魔が、コンビニも全然ないもんだからさ、全然休憩できないし、しょうがない。まあ伊勢崎といえばね、伊勢崎オートレース場があるんですよ。今日やってんのかな、まあ、予定変更してね、オートレースで一発かけるっていうのもね、まあいいですけどね、男のロマンを求めてね。ただ金がない。さあ皆さん、お待たせいたしました。これね、この間のラジオ配信でブサグスタさんともね、この話題になったんですけどもね、この鏡面仕上げのタンクローリーの後ろを走るとね、こう自分がかっこよく見えるっていうね、例のあれですよ、バイクあるあるですねうわー、こうなかなか自分がバイクに乗ってんの前から見るってことって少ないじゃないですか。なんでね、これは非常に貴重ですね。いやー、このスーパーベロリンチョに乗る俺かっこいいなまあいくら遅くてもね、追い抜きをかけたくないシーンの一つではありますけど、ほらめっちゃかっこいいわ。こういう感じで乗ってる感じはね、 みんなから見えてるんだね。まあ思ったほど人は自分のこと見てないですけどねこれも大いなる幻想ですけどね。あ、いいねこれ。ちょっとこの直線あと26キロ続くんですけど、ずっといてほしいね。言ったそばから横からのアングル、おー、いいね。しょうがない。うわー、急に景色が開けましたね。目の前に見えるのはおそらく赤城山だと思うんですけどもね、
赤城おろしってやつですかね。風が急に強くなってきましたけども、赤城の山も今宵限りだ。露骨ですね。しょうがない。しかし絶景だわ。赤城おろ、あ、なるほどね、ここね。はい、ってなわけで見慣れた道にドッキングしました。まあいつも高速使ってきちゃうんでこの辺でバンと降りるんですけど、まあ今日は下道で来たんでね、こうやって見慣れた道に合流すると、まあ、目的地までもう少しなんだなっていう感じがしますね。で、ね、今日ね、また何の下調べもせずにね来たんで、一つ大きな疑問符が湧いてきましたね。果たしてやってんのかっていうねいや結構ね、過去何度か伊香保温泉ね行ったはいいけどやってないっていうね事態にね見舞われたこともあるんで、今日もそのパターンになりそうな予感はしますけども、とりあえず行ってみましょう。今日私そんな急に言われても何の用意もしてきてないよってねしょうがない、もうタオル一つ持ってないからね、しょうがないね。とりあえず行き当たりばったりが俺の元ブログだからね、しょうがない。さあそろそろ右側に展望なんだよね。でここは毎回来るんですよ。で前回なんてところだっけな、一回行ったんですけどやってなかったところがあってね、そこちょっとリベンジしてみようかな。どこだったかな、確かここだ、登っていこう。結構あれだね、お店閉めてるところ多いね。やっぱりコロナの影響あるのかな、大変だね。ホテル大森、ここだったような気がするな。やってんのかな。あれ緊急案内、コロナウイルス増大により日帰り温泉はしばらくの間お休みさせていただきます。マジかよ出たこのパターンね。うわすげえ絶景だわ。いやまあ絶景はいいんだけどさ、出たよこのパターンね。やってねえって、これはねデジャブですよ。いや参ったな、どうするかなコロナの影響でやってないってことは他もやってない可能性高いよね。展望ちゃんやってない可能性あるよこれ。やべえな、非常に俺らしい展開になってきましたけど、まずいな。さーて、さあホテル展望に着きました。車が1台もいないじゃん、やってやってんのかこれ。本日の1日、いや違う、本日の日帰り入浴はお休みですちょっと伊香保温泉ちょっと待ってよ、もうこうなったら前回と同じパターンじゃないですかこれね。大盛りダメ、展望ダメとなるとこれはちょっとまずいパターンだわ。さすがの俺も焦りを感じ始めてます。しょうがない、いやちょっと待ってお、やってるかこれ。ちょっと待った、なんか書いてある。10時から22時、最終受付に21時30分、お食事どころサウナは休止中ってことはやってるってことだろこれ。よし、これ前回と全く同じ絵になりますねこれね。リベンジならず、しょうがない。
いやー、くそ、生々しいな。とりあえず着きました。はい、てなわけで黄金の湯、黄金の湯の最高のお湯をいただきました。結構もうガチで入っちゃったんで、自宅の風呂と同じぐらいの勢いでね、髪も洗い始めて堪能させていただきました。てなわけでね、ちょっとこのまま帰るとね、体が冷えるんで、ちょっとクールダウンしてから帰ろうかなと思います。さあ、じゃあぼちぼち戻りますか。モーターサイクルアート。いやー、春の伊香保もいいね。こう桜が咲いててね、ポカポカ陽気で、まあ、いつもね、まあ、温泉なんで冬は来てたんですけど、これからは春に来るようにしようかな。で、前回の元ブログのリベンジがやりたくてね、あの大森の湯に行ったんですけど、そこもやってなくてね、で安定のホテル展望もやってないっていう、まあデートナで最後来た時のね、あの全く同じ展開で、黄金の湯っていうのかな、黄金の湯っていうのかな、に入って帰るっていうね。いやー、本当にね、ちゃんと下調べしてから来ないとダメですね、やっぱりね。今日もね、本当に思いつきで来たんでね、もう私そんな急に言われても今日何も用意してきてないよってね、本当にその通りでね、もうタオル一つ持ってこないで、温泉に来たんで、まあいた仕方ないんですけど、まあ伊香保といえばさ、他に結構有名なところあるじゃないですか、観光スポットなんでね、あの石段街と、まああと個人的にはね、春名グラス工房とね、まああと日本の三大うどんの一つ水沢うどんがあるんでね、どれかちょっと堪能して帰ろうかなと思ったんですけど、毎回元ブログでね、石段街は行ってるし、春名グラス工房はね、ちょっと痛い思い出があるんでね、ちょっと傷口冷やかすのも嫌だなと思ってね、今回はちょっとパスします。でね、うどんもね、行こうかなと思ったんですけど、ちょっとね、考えながら走ってたらもうここまで来ちゃったんでね、もう今日は温泉だけ楽しんで帰る、スーパーベロリンチョ温泉気候ということでね、このまま戻ろうかなと思います。さあ、帰りは高速で帰ろうかな。さらば伊香保、また来るぜ。センキュー、愛してます、ありがとう。開けなさい。合流します。さあ、よりパーキングエリアで伯爵を休ませますか。散りゆく桜の花びらを見つめながら、俺は珍しく感傷的な気持ちに浸っていた。ふと地面に目をやると、自分の長い影が落ちている。その影に俺は大きなため息をついたんだ。だがそれと同時にこう思った。長い影が落ちているということは、それだけ自分に
後ろから強い光が当たっているということ。俺は一人だけど、一人じゃないんだ。前を向いて歩き出そう。そう思った。俺はバイクというアイテムを手に入れて、一つだけ分かったことがある。それをみんなに伝えたい。バイクに乗るということは、高確率でお腹を冷やすということだ。モーターサイクルアート。